で自分で分からなければこういうビデオでこう動きを見て「ここが悪いんだよここが悪いんだよ」ここだよってビデオを映しながら毎,毎晩でも終わったあとミーティングをするとかそういう親方がいれば最高にいいだろうけどここはこういうふうに悪いんだよってちゃんと説明しあって本人が納得できてじゃあ次の次の月の,そのあれで修正できてるかどうかやってみようとか。 で修正できたら「あ今できてるよ」って,ってで今のビデオを見て「これできてるだろう」ってそのビデオでイメージして「あこういうことか」とかいうことが分かればもっともっと強い。だからそういうふうなことができるかできないかっていうことはやっぱり教える指導者にもよるよっていうこと。 ほら頭これこんなにブレてんだよこのブレてるその頭のブレっていうのはもう霊コマ何秒違うってことはもう全然こう違うんだよとかこの上がった瞬間に中入られるんだよこれでこれをなくすためにどうしたらいいと思うとかいう全部もう問いかけだよねいやこうした方がいいああした方がいいってじゃあこういうふうなことやったらこういうふうなこれがブレなくなるよとか,か押されてもこれが極端な話上がんなくなるよとか。 うん、それができるようになったら体の力が弱いとかいろんなことは言われなくなるよとか力が弱いんじゃなくて伝え力の使いいい方が悪いっていうそう伝え方が悪いのとあと人間の力ってものをねこのものをこう強く強く持っていく力とあと早く持っていく力とあとそれが取ったら100あっても100の力がずっと継続できるかできないかっていう問題だから。 100割ってすぐ1秒で外れるなこれはあんま相撲にはあんまり意味がないわけで,でも60でも60でこうロックされてこれが外れないこのずっと我慢する力って言うんだけどその我慢する力がこう大事だからこう取った時に全然動かない力継続する力がずっとあればあった方がいいにこうしたことはないから柔道でも柔道着の持っても100柔道着でこう握ってる力が常に3分5分って持てるやつはすごいけど これれがすぐ切れたら意味ない50の力でもこずっと継続する力が強ければ強いほどそれはだから大事なことだから,だからそれができるかできないか回しを取って取った中でロックする力がどれだけあるか、うん、突きも一発の突きはどれだけ早く強くつけるか、うん、そのつき方もだからどうやって腕だけでつくのかあの背中からつけるのか腰からつけるのか足からつけるのか足からね 手に伝われ、伝われるようなそういう隙が出せてんのかとか、いろいろ方法がある。そういうところがうまくやっていったら、できれば全部修正できたら、もう今なんか強い力士いないんだから、すぐ横綱大関になるよ。すぐ逮捕さんにせって言われるような。だからそれを頑張ってやってほしいよね。そういうふうな、こう、今弱いとか、腰の力が弱いとか、体の力がないとか、いくらでも言われてもいいけど、 最終的に行き着くところはそこだと思ってそこで練習してれば必ず耐成するからこの辺でもう終わるような人間じゃないあともう二人いるんだよね子供が二人、はい、ねもうビデオであのー、相撲中継で見てるけどちょっと教えたらすぐ幕ち上がるから、うん、やっぱ持ってるポテンシャルはやっぱ王宝関と同じあるよすぐあるあすぐ上に上がるやれば。 教えればすぐ強くなるんだろうけど何も歯がゆいけど具体的にどこが悪いかとかいうのもうんでもすぐ状態が上がるんだから腹筋と背筋のバランスをよくするのと単純に力が強くなればこれが伸びきらないからうん伸びきらないようになれば相手は絶対にどうしてくると思うこの体勢が続いてくると上がったらどうなる上がったら相手はどう勝ちに行くためにどうしたらいいと思うはた,きは,はたくでしょ 一般の人が言っても分かることをねね上がったらもういやいや叩くしかないじゃんそしたら落ちなければついていければどうなる叩いたら簡単に押せるそれがだってもうできてないんだから,だからそれがはたいたはたいてこられたらラッキーだと思われるようなその余裕もないし土俵ががったら緊張してはバタ,ーアタフタして、うん、2番目はね こんなんちょっと教えればもうね、ラッキーだと思ってすぐ番付なんかすぐ上には。すぐもう幕内に顔を出せる。今は弱かろうがね、全然関係ない。教え方が悪いだけだから。あと下の4番目なんかもうだってね、心臓に一番近いとこってどこ筋肉で。大胸筋でしょね。ほんであと腕の筋肉鍛えようと思ったら一番鍛えやすいとこな。ほんで一番鍛えやすいところが鍛えて大きくなってないってことはやってないってことだからね。 ほんで、今回、じゃあ、肩幅が狭くてさ、なんか、こう、貧弱だった、西九二っていう相撲取りがいたでしょこれ10番勝ったの。ね。10番勝って。で、来場所幕内上位まで。ね。それもう上半身がもう、すごい、二回りぐらい大きくなってる。だから、大きくなれば、もう本当に、こう、2本刺そうかガがっぷりんつになろうか相手にこう、負担が大きくなる。肩が大きいから、こうやって肩入って入れられたら、相手はもう、 下に入らられたらももううう体がもう浮いいいちゃうじゃじない大きいと小さいと押っつけて返したりできるけど体肩入られたら肩が大きいとこんなになっちゃう相撲取れなくなる巻き返しに巻き返しに行かれたらそのまま出ていけばいいだからもう極端なし状態だけ大きくなればもうおのずと相撲も強くなる柔らかいし別に足腰悪いわけでもないし何が足らないかっていったらそこしかないそこが強くなったら押されようが何しようがねえうん どういう相撲を心掛けてるのかわかんないけどそしたら日本も入りやすいしいろんな動きもできるし何とでもなくすぐ上やがるもったいないし歯がゆいるししょうがないなと思うけどまあ石でね石で俺んとこ来ないんだったらもう一生来なくていいし一生強くならないから,だからこれ極端なしそんなね石で石でどうのこうのっていう場合じゃないだって実際に強くなったらお前らの全部勝ちなんだから。 別に後で別にしかかまそうが鹿とかまそうが別に縁切ろうがもう関係ないんだから俺らはだって相撲見て勝って見てたらやっぱり見てて楽しいわけだから純粋にただそれだけなんだから悔しいけどねまあまあしょうがないよねそこのところをちゃんと直せば必ず強くなる例えば、うん、雪代さん経由で伝わったりはしないんですかね、うん 雪男にはそういうことも言うんだろうけどね。雪男はだって俺の言うことも聞かないとか言ってんだろうから、まあ意地張っても意地張ってもしょうがないわけだから。まあそうですね。意地張って言ってるだけですも、ねうんね、うん。意地張ってもしょうがないし、俺相撲協会のことを発覚はだってどうのこうの何のこのってちゃんとやれば。 ただ、いい、より良い相撲協会なんだから、本当に。いや、そんなもんじゃない、こんなもんじゃないとか言って言っても、やれば、まずやることは、一歩からスタートすることが一番大事なことだから。自分が今まで悪いことやってきたら、さらけ出しゃいいじゃない、別に。これから新しいことを頑張ってやりますって言えば、それで済むことだから。今まで自分はもう、ね、矢包調して横綱になりました。すいません。でも 若いいいそそういうここととさせませまんそれで済むことじゃない別に悪いことは悪いで反省したらまた次のステップで進めばいいんだから。で会が嫌いいななわけじゃないですもんねだって良くなればいいじゃない。だって今場所だってさそうやって一生懸命やってる者同士はだって優勝決定戦したらいいじゃない、うん、ねえ。なんでそういうことをやる理由はだって2つしかないじゃん。継続させることとねえお金が入ることと。 そののバランスじゃないのうしょ、まあ、それをやっぱりこううまく調整する人間の方が大事だっていうそれは全然大事でもなんでもないただやっぱ裏切りでしかないファンのねファンを裏切りでしかないとただそれだけだからでも今場所でも下のもうやっぱり一生懸命やっててね王鵬なんかでもねいつも7勝2敗7勝3敗から負け越すわけじゃないそれってだって裏を返せばガチンコだって言ってるのと同じことじゃない 7勝2敗からさ、巻き越して10路落ちるんだよ。それはそれでやっぱ、悪い悪いじゃなくて、やっぱ裏を返せば評価してやればいいじゃん。一生懸命やってるんだから。それはそれで、応援してある悪いとこは悪いで直していけばいいんだから。そういう素直な気持ちが大事だっていうことよ。うん。頑固だけじゃ、それは通用しないとこもある。頭を柔らかくして、やっぱこう、臨機応変に物事を進んでいかないと、うまくいくものもうまくいかない。ただそれだけ。